山本周五郎。シャーロックホームズ。五号館殺人事件。一。フロージー、ボン太郎。空は晴れても、夜風は寒い。腹はへるへる、銭なしもぐら。 おいら町の子いつでも一人今夜寝るのは笑らやかないやかうん寒いへっバカに冷えやがるな破れジャケツにボロズボンひさしの裂けた鳥打ち帽を横っちょにかぶったぼんたろうは深夜の丸の内街を歌いながら歩いているぼんたろうは不老子であるリスのようにすばしこくて口笛の名人だ 昼のうちはビル街の使いっぱしりをして打賃をもらい夜になるとどこかの建物の隅へ潜り込んで寝る親もきょうだいもない全くの風来坊であった「やけに腹が減ってきたぞ」「しようがねえやもう寝床へお入りとしようか」のんきにつぶやきながら長通りへやってきたもう夜中の1時を過ぎている。 しんと静まり返った街には犬の影も見えない凡太郎は五合館の前まで来たが「おや?」と立ち止まった五合館の3階の窓に灯火の光がチラチラ動いているのだその建物はもう半年も前から空き家で家は壊れ扉は倒れ屋根のスレートもなくなっているというひどい配管だ 昼でさえも気味の悪いその建物の3階にしかも深夜1時を過ぎた今時分ともし火がついている「こいつは変だぞ」と凡太郎がつぶやく途端に「助けてあ思いもかけぬ女の悲鳴が3階から聞こえてきたのである。 太郎はハッとしたがいきなりタットのように5号館の中へ飛び込んだ彼は時々そこへ潜り込んで寝るので闇の中でも勝手は知っていた足音を忍ばせて2階へ駆け上がるすぐに3階まで息もつかず登った3階の廊下へ出ると右の端の扉から淡い光が漏れているあの中だな と思うとさすがに23秒ためだったが湯を起こして扉を開けたあ<っ>部屋の入り口に立ったぼンタロウの目の前にポツンとついているろうそくの光に照らされて一人の婦人が仰向けに倒れているぼンタロウは素早く室内を見回したがどこにも人のいる気配がない横手に面した窓が開いていて そこから冷たい夜風が静かに流れ込んでくるばかりであるももしもし、ししどうしましたそう声をかけながら恐る恐る近寄ってみると夫人の顔はボン太郎にもわかるほどものすごい死の苦痛にゆがんでいた「死んでいる」ぞっとして後しざりしたそうだすぐに警察署へ知らせなければいけない。 まだ犯人はは遠くへは行っていないなぞ。そう思うと同時にきびすを返してその部屋を飛び出し夢中で階段を駆け下りた夢中で5号館の外へ走り出て丸の内署の方へ曲がろうとするとすぐ目の前の暗がりに誰か人がいるのを見つけたさては犯人つぶやきながら闇を透かして眺めると怪しい男は よよろろとひどく左右によろめきながら次第に闇のか方に遠ざかっていくなんだ酔っ払いかあ紋太郎はほっとしながらその男のそを走り抜けたすれ違う時男は舌のもつれた調子で何かのんきに鼻歌を歌っているのだったに シャーロック・ホームズ明くる噂ここは丸の内の帝国ホテルその10号室に3週間ほど前から滞在している一人の英国人があったウィリアム・ペンドルトンと名乗る紳士で1 8 0ンチを超す痩せた長身目の鋭い青ざめた顔つき左足を少し引きずるのが癖だ 9時が鳴って間もなくペンドルトンが朝のコーヒーをすすっていると九時がやってきて1枚の名刺を差し出した「このお方がご面会でございます」「朝の面会は困るがぜひに」頭おっしゃいますのでペンドルトンは迷惑そうに名刺を受け取った見ると「警視庁刑事課長村田俊一」としたためてある。 いかがいたしましょうさあまだ起きたばかりで取り散らしているがよろしかったらこちらでお目にかかるからとそう言ってくださいかしこまりました給仕が去ると待つほどもなく制服の村田刑事課長が足早に入ってきたペンドルトンは静かに椅子から立ち上がったどうぞこちらへ私がペンドルトンです 村田ですこんなに早くお騒がせいたしまして申し訳ありません実は至急あなたのご助力を願いたいことができましたのでほう私に助力をとおっしゃると非常に奇怪な殺人事件が起こったのですシャーロック・ホームズさんなんですってペンドルトンはきらりと目を光らせた 刑事課長はにっっこり笑って、いやもうお隠しになるには及びませんあなたがホームズ氏であることは3週間前に横浜へご上陸なすった時から私には分かっていたのですいやこいつはどうもペンドルトンいな、シャーロック・ホームズは一本参ったというふうに体をゆすぶって苦笑したああ 英国の名探偵、というよりも世界的の大探偵として誰知らぬものなきシャーロック・ホームズが意外にもはるばると海を渡って我が日本へ来ていたのだった何のためにそれはこの一編の物語が進むにつれて次第に分かってこようそう知られた以上は今更お断りもできませんな。 それじゃ、早速お話を伺いましょうかお引き受けくださいますか刑事課長はほっとしたようにありがとう存じます何あなたが活動してくだされば必ず簡単に解決がつくと思いますところで甚だ,だ恐縮ですがここでお話をするよりもこれから現状へご足労願えませんか事件のあらましは途中で申し上げることとして 結構ですじゃあお供をしましょうやがて支度を整えた2人は表に待っていた署の車へ打ち乗ると一山に現場へと向かった事件の要点を申しますと車が走り出すと刑事課長は口を切った場所は丸の内中通り5号館という空き家の3階です殺されたのは356歳の婦人で 教皇は今夜午前1時頃なんです。死体を発見したのは警官ですかいいえ、ボンタロウという不老少年です。何で殺したのですかピストルですかそれとも担当でもそれがはっきりしないのです。体のどこからも一滴の血も出ていませんし、それに傷跡も見つからないのです。 じゃあ、毒殺ですねと思われるのですが不思議なことにその不老少年が「助けてくれキャ」という女の悲鳴を確かに聞いたと言っているんです毒殺としたら「助けてくれ」などと叫ぶのは変じゃないでしょうかホームズはただ黙ってじっと唇を噛んだ間もなく自動車は、

すぐには家の中へ入ろうともせずしばらく建物の外を見回っていた刑事課長はイライラしたように外ははももうう調べ済みです。別にこれはという手がかりもありあません。ホームズはうなずいたがやはり必要に家の周りをうろうろしているやがて「おや?」と言って 建物の角に取り付けてある雨どいの一部へ顔を近づけた見ると古口した問いの表面にそれをつかんだらしい人の手の跡が点々とついているのだ誰かこれを伝って降りたものがあるなつぶやきながらホームズは片手で雨どいをぐっとつかんだと問いはもろくもガラガラと音を立てて外れ落ちる ホームズは素早く身をかわして転げ落ちた問いの一部を拾うとしばらくその表面に記された手の跡を見つめていたがさあそれでは中を拝見しましょう何事か心にうなずくところがあったのかその顔には明るい微笑が浮かんでいる刑事課長の案内で建物の中へ入ったホームズは床の上から階段へかけてひどく埃の積もっている中を まるで犬のように身をかがめて調べ始めた村田課長はまたももどかしげにその辺りもすっかり調査してあるのですがそうで何か発見しましたかいえ何も刑事課長が怒ったように強く首を振ったホームズはちょっと眉をしかめたから なおも綿密に捜査を続けたあとノートを出して埃の上に記されたいくつかの足跡を丁寧に書きつけてからようやく階段を上り始めたやがて3階の例の部屋の前まで来ると巡査が2人張り番をしている村田課長は軽く2人に頭を下げて扉に手をかけたとホームズはいきなり課長を押し止めるようにして いやまず私だけ入らせてくださいあなたはしばらくここで待っていていただきたいのですがそう言って1人で室内へ入っていった殺されているのは課長の話通り3 5五6歳の贅沢な和服を着た美人であったそれが死ぬ時に非常な恐怖を感じたと見えて美しい顔がすさまじく引きゆがんでいる これは、はのにでないな。いホームズは死体のそばへしゃがんでそっと首の周りを調べ始めたが間もなく右の耳の後ろにポツンと小さなシミのようなものを発見すると「そうかやはりそうだったか」と顔をいっぱいに会心の微笑を漏らしたそれから今度はまた床の上を。 まるでううようにしして調べ出したある時は何か塵のようなものを拾い上げて拡大鏡で覗いたり薪尺を取り出して床の上の足跡を測ったりあるいは何かノートへ書きつけたり30分ほどの間まるで息もつかずに活躍していたがやがてほっとしたように立ち上がったいかがですか村田刑事課長が 待ちかねたように入ってきて何か手がかりがありましたかさようホームズはタバコを取り出してゆっくりと火をつけると大体いいこんなことだけはわかりますつまりこの女は一人でこの部屋へ入ってきたのですそしてここに前から待っていたある男としばらく話をした非常に込み入った話で 相手の男はだんだん怒り出しましたどうしてそんなことがわかります床の上をごらんなさい女のフェルトゾーの跡は一つところに止まっていますが男の靴跡はその周りを大股に小股に歩き回っていますつまり非常に相手はイライラしているのですねその相手の男って何者でしょうさよう 背の高さは1 8 0ンチ近く相当の老人で灰色の街灯を着た太った男です刑事課長はびっくりして目を見張ったホームズはにやりと笑いながら村田さん驚いていらっしゃいますねしかしこんなことはわけなく分かりますよ足跡の幅は大抵その身長に比例しますし塵の中に 新しい灰色の粗い毛くずが落ちていますから街灯が灰色だということも分かりましょうそれに階段の途中で足跡が何度も立ち止まって休んでいますこれはその男が相当老人でしかも太っていて心臓が弱っている証拠ですなるほどそう伺ってみるとよくわかりますしかし、か もしその男が犯人だとすると悲鳴を聞いてすぐ駆けつけたボンタロウに見つけられたはずではありませんかいや犯人はその男ではないのですえでは他に灰色の街灯を着た男は夫人を残して出て行きましたその後であの窓から入ってきたやつがあるんですえ窓から たててのののから、さっっっききをです。しかしあれはあなたがちょっと引っ張っただけで外れるほどもろくなっていたはずですがまあお聞きなさいホームズはノートを取り出した窓から侵入した男は身の丈120センチばかりの痩せたやつではだしですしかもそいつは日本人でもないしシナ人でもないし 西洋人でもありませんじゃあ一体どこの人間でしょうそれは私にもわかりませんがとにかくそいつが窓から入ってきて夫人を殺害したのです何で殺したのでしょう毒屋ですねえ、毒屋に夫人の右の耳の後ろにごく小さな傷跡がある 非常に尖った矢でおそらく吹き矢で吹いたものでしょう矢に塗られた毒は猛烈な作用を持っていて夫人はほとんど即死したに違いありませんホームズはタバコの煙を強く吐きながら続けざまにしゃべるのだった問題はその毒矢を吹いたやつです足跡を見るとかかとが小さくて指がバカに開いているまるでゴリラのような方です ひどく身軽だということはあのもろくなった雨どいを伝って自由に上り降りすることができたのでも分かりましょう実に機械なやつです全体そやつは何者でしょうさあとにかく今のところでは私にも見当がつきませんなホームズは黙って唇を噛んだ 4酔っ払いの男これで現場の捜査は終わった事件は危機快々な謎に包まれている今ホームズの調べ上げた要点を記すと1つ夫人は1人でやってきた1つその部屋には灰色街灯の男が待っていた1つ 両人は激しく口論しく論た。一つやがて灰色街灯の男は出て行った一つ窓から奇怪な子男が侵入してきて吹き矢で毒矢を吹きつけ夫人を殺害した一つ子男は再び窓から逃げた今のところではこれ以上のことは分かりませんところで この婦人の身元について何か手がかりはないのですかホームズが尋ねた。いや、点でありません。何しろ持ち物をみんな犯人に奪われた様子なので、見当がつかないのです。とりあえず、今朝都かの各新聞へ婦人の写真を出しておきましたから、いずれ何とか言ってくるものがあろうと思います。ああ、それは結構でした。ホームズはうなずいて、 では夫人の身元が分かったらお知らせくださいそれからご注意しておきますがこれは普通の殺人事件ではありませんよおそらくあの毒矢を吹く怪人は再び同様の凶悪な殺人をやりますよ十分気をおつけになるとよろしい注意いたしましょう5号館の前で2人は別れたホームズはまっすぐホテルへ帰ろうとした 1> と1 0 0ルばかり行った時後ろから出し抜けに彼を追い越して振り返った一人の少年がいきなり「シャーロック・ホームズさん」と声をかけた見るとまるでこじきのような格好をしているホームズどうして君は私の名を知っているのかねさっきあの3階にいにて、 村田さんとあなたのお話をすっかり聞いていたんですどこにいたかとおっしゃるんですか <laughs> 少年は不敵に笑って隣の扉の陰にいましたよあそこはしょっちゅう私の寝床なんですからねうんすると君があの事件を発見したというボン太郎くんだなその通りそれで 何か私にかかでもあるのかね。実はホームズさん僕あなたがさっきお話しになった灰色街灯を着た男に会ったんですそのことをお知らせに来たんですホームズの目がキラリと光ったそして素早く前後を見回すとおりよく走ってきた1台のタクシーを呼び止めていきなりボンろうを車の中へ押し込んで叫んだ 帝国ホテルへ話はゆっくりホテルで聞くとしようやがて二人はホテルの贅沢な部屋へ入るとさすがのボン太郎もいささか自分の身なりを恥ずかしく思ったかもじもじと落ち着かぬ様子だったがやがてポツリポツリ語り出した「実はあの婦人の死体を見つけてびっくりした僕は急いで丸の内警察へ知らせようと思って飛び出したんです」 すると五号館の八九メートル先のところに変な男がいるのを見つけましたどんな様子をしていたかな体の太った百八十センチ余りの老人で灰色の街灯を着ていました僕がドキッとしてしばらく立ち止まって見ていますとその男はとても酔っ払っていて何か鼻歌を歌いながらよろよろよろけながら歩いているんです それから君はどうしたただの酔っ払いだと思ったものですからそのまま追い越して警察へ行ってしまったのですが今考えるとあいつが犯人だったんだいや少なくとも犯人と重大な関係のあるやつだホームズは舌打ちをして君はひどいしくじりをしたなその場合に君がなすべきことは警察へ届けることではなく その男の後をつけることだったんだよでも僕には分からなかったものですからボンタロウはひどくしょげ返ったまあいいいずれ私がそいつを捕まえてやるよところでその男が何のために殺人現場へ戻ってきたかが問題だ戻ってきたのでしょうかそうだとも君が駆けつけた時には そいつは5号館から出た後だそのあとで殺人が行われたそれからその男は再び戻ってきたのだが君が建物の中から出てきたので酔っ払いの真似をして立ち去ったのだだってどうして危険な殺人現場などへ戻ってきたのでしょうホームズは長いこと黙っていた腕をこまねいて深い考えに沈んでいたがやがてポンと膝をたたくと 元気な声で分かったその男は何かを取りに戻ったのだ現場へ何かを忘れたかそれとも落としてきたのだ何か重大な証拠になるような何かをそれでキャッツは危険を冒して取りに戻ったのだそれに相違ないこのホームズの言葉を聞くとボンタロウは急にもじもじし始めた顔が赤くなって おずおずとホームズの顔を盗み見しながら何やら懐を抑えているただならぬ様子にホームズはすぐ気がついたボンタロくん君,君は何を懐に入れているんだ出してごらん僕僕別に悪気があって出したまえ君は何か拾ったんだなそうだろう は黙って内ポケットから小さな銀製のケースを取り出した怒らないでくださいホームズさんよしよし今度だけは私の一存で勘弁しようだがこれは実にいいものが手に入ったぞモんたろうくん灰色街灯の男が探しに戻ったのはこの品だぜこいつが 何かかの役に立つんですかまあ待っていたまえ私はきっと犯人を捕まえてみせるよところで今日はもう用はない明日の朝また来てくれ10時までに来るんだ君に頼むことがあるから忘れずに来なければいけないよ必ず参りますさあここに3円あるこれで好きなものでもお上がり は元気に表へ飛び出していった品川の冒険 1. 老婆の訪問明くる朝ちょうど10時凡太郎が帝国ホテルを訪れるとシャーロック・ホームズは待ちかねていたように自分の部屋へ招き入れた「いやあよく来たご飯は済んだかね?」 ええ、満腹ですではその椅子へおかけ今日は君に大いに活躍してもらわなければならんまずこれを読んでおいてくれたまえホームズはそう言ってその日の帝国新聞の長官を渡し広告欄のところを指さしたそこにはこんな広告が出ていた「作長丸の内中通りにおいて銀製の小型ケースを拾いました」 貴重品のように思いますからお心当たりの方は先へご紹介ください2日間何のお知らせもない場合には警察へ届けます帝国ホテルル号室ウィリアム・ペンドルトンいやあ、こいつはうまい考えですねボン太郎は思わず感激して喜んだ危険を承知で殺人現場まで探しに来たくらいだから。 ににとってはよほど重要なな品い2日間したら警察へ届けると書いておけば必ず取りに来るだろう早くやってくると面白いなそこで君に頼みがあるんだがそいつが来たら後をつけて行き先を突き止めてもらいたいんだやりますきっとやります太郎は身を乗り出した。 人ののをつけるならお手のものです僕きっとそいつの行き先を突き止めてみせますよしホームズが急に手を挙げた誰か来る君はその寝室へ隠れていたまえだってんですボンタロ郎が隣の寝室へ滑り込むのとほとんど同時にドアをノックする音がしたホームズは急いで肘掛け椅子に腰を下ろした お入り落ち着いた声で答えて葉巻へ火をつけ片手はズボンのポケットへ突っ込んだそこには6連発のピストルが忍ばせてあるのだドアが開いておずおずと入ってきたのは一人の小柄な老婆だった右手にコウモリを持ち黒っぽい古ぼけた洋服を着て灰色の髪が額までかぶさっている。 鼻のとがった目の青い一目で西洋人の血が混じっていることがわかる老婆であるあの私は今朝の新聞の合告をその見てきたものですがあなたがペンドルトン様でそうですそこへおかけなさいあなたがあのケースの落とし主ですかはい 実はせがれが落としましたので老婆は恐る恐る椅子へかけ激しく水花をすすりながら話し出したせがれはしようのない野良倉ものららでおとといの晩銀座へ遊びに出ました帰りに落としたと申しますはい何しろあれは私の父の形見でございましてどうしてもなくしてはならぬ品でございますので どうかひとつ私の拾ったのはこれですが間違いありませんかホームズはテーブルの上のケースを老婆の方へ押しやった老婆の目は鋭くキラリと光ったそしてさっと手を伸ばしてひっつかみながらおろおろ声を上げてはいこれでございます確かにこの品でございますそれは結構でした 持ち主が早く見つかって私も満足ですであのお礼のところはいやいやそんなご心配には及びませんただ新聞の広告料として50円かかりましたからそれだけはお笑い願いたいと思いますが何気ない調子で言ったがホームズの胸はその時高く波打った銀製のケース1個に50円 もしその老婆が支払うとすれば品の持ち主であるという証拠のほかにそのケースがいかに大切であるかということが証明されるのだはいそれはもうお支払いいたしますとも老婆は急いで財布を取り出しきれいな10円紙幣を5枚抜いてテーブルの上へ置いたどうかお改めくださいましいや確かに受け取りました ホームズの顔には人知れぬ満足の色が動いた老婆はそれを知るや知らずやそそくさと椅子から立ち上がってそれではこれで失礼いたしますどうもありがとう存じましたどうぞお大事にホームズは立っていって老婆を送り出すなり大股に寝室の方へ戻った凡太郎くんさあ

ふん、商戦かボンタロはつぶやく。何にでも乗ってみろ決して逃がしはしないぞ追いついて出発口をのぞくと横浜駅まで老婆は切符を買ったボンタロウもすぐに同じ切符を買って改札口を入るプラットホームへ上がると りよくそこへ桜木町行きの電車が滑り込んできた凡太郎は人混みに紛れながら老婆と同じ三頭車へ潜り込み隅の方から目を光らせて老婆の動作に注意していた途中で降りるかもしれないぞという凡太郎の心配にもかかわらず老婆は横浜駅でちゃんと車を降りた。凡太郎は先に立って素早く駅を出ると 表に鈴を鳴らしていた。新聞売り子を捕らえて。君、その新聞を全部くれたまえ早くみんなでいくらだ。え、な、なんですって？ちえ、全部買うんだよ。さあご縁やる。釣りはいらないよ。呆れている売り子の手へ5円紙幣を叩きつけ籠の中にあった人抱え。余りの新聞をいきなり小分けにするとちょうど。 その時駅から出ていく老婆の後ろを見え隠れにつけ始めた「へへっ」とポンタロほは北斎園だ「こうしていれば誰が見たって立派な新聞配達だぜどうだい」ところが意外老婆は橋を渡ると不意に通りかかったタクシーを呼び止めてひらりと中へ身を隠したのだ。 驚いた畜生逃がしてたまるかと振り返るおりよくそこへ1台のタクシーが滑ってきたのを大声に呼び止めたが何しろこちらはこじきのような身なりをしているのだ危ねとわめいて運転手は速力も緩めず走り去ろうとしたせつなボンタロは身を躍らせて やっとと、ばかりにステップへ飛び乗ると君早くあの車をつけてくれこれだけやる殺人犯人が乗っているんだ本当ですかようござんす運転手は盲太郎から五円紙幣を受け取ると指さされた自動車めがけて追跡を始めた盲太郎はその間に車の中へ入っていつでも飛び出せるように身構えていた 老婆を乗せた自動車は本町通りへ入ったそれから公園を税関の方へ抜け海岸通りへ出たその辺りはひっそりしているのでうっかりするとつけているのを発見される恐れがある君あまり近づくと見つかるぜ大丈夫です話しているうちに先の自動車はニューグランドの横を右へ入ったと思うと 南京街の角で止まったははあ創屈は品いか凡太郎は老婆が車から降りるのを確かめて自分も自動車を捨て5メートルばかり後ろからさも新聞を配達でもするような格好をしながらつけていった老婆はまさに南京街へ入ったその辺りは両側にひどくゴミゴミした陰気な建物が並んでいて 目つきの鋭い労働者やアヘン中毒でよぼよぼになった老人やシナ人の下級船員や酔いどれや貧民たちがうようよ歩き回っているおまけに鼻を突くような豚の脂のにおいニンニクの臭み吐き気を催すような飛ブのにおいでいっぱいだった老婆はコウモリを持ったまま黙々として歩いて行ったがやがて ピンパオローという看板の出たペーピン料理店の古い建物の前まで来ると不意にスーッと姿が見えなくなってしまった「しまった!」。凡太郎はびっくりして駆け出してピンパオローの前まで行ってみると「右手に狭い抜け路地がある」と思って踏み込むその時「チェーシャオ!」とわく声。 時に横から頭をガンと殴られそのままクラクラと気絶してしまった3守備陣の身元もう夕方だったホームズは一日中ホテルで待ち暮らしたがいつまでたってもボンタローの帰る様子がない 素こそうに見えてもやはり少年であることによるとつけているのを見つかって圧巻の手にらえられたかもしれぬいやそんなことはあるまいあの少年はなかなか目端の利くところがあるいやしかしそれにしても遅すぎるホームズはだんだんイライラし始めたするとその時卓上の電話のベルがけたたましくなった さては凡太郎からかと思って出てみると私は村田です案に相違して例の刑事課長からであった実は今しがた、五合館の死体の身元が分かったのですほうほそれは結構で真田男爵といって麹町三年町に広大な屋敷を持っていますがあの守備陣はその男爵の妹でした さっき男爵邸から羊と礼状がやってきましてはっきり証明しましたその羊と礼状はまだそちらにいますかいや帰りましたいずれあなたに男爵邸へ行っていただくことになろうと思いますがご都合はいかがですか明日なら交通後ですなでは明日午後にお伺いいたしましょうそれで電話は切れた真田男爵 聞いたような名だぞ。ホームズはつぶやいたがふと思いついて九児を呼び日本の重要な地位にある人たちの越歴や家族の状態などを書いてある帝国用心録を持ってくるように命じたああ、やはりそうか用心録を送って真田男爵の項目を広げるとホームズは微笑しながらうなずいたそして 手早くその要点をノートへ書きつけるのだった一つ真田男爵は日清戦争の際奥毛湖地方である特殊な任務にあたっていた一つ戦後は屋敷に引きこもって静養していたが今から20年前に死んだ一つ現在は個人の長男一次郎氏が男爵家を継いでいるしかし一次郎氏は痛風症があって ほとんど半身不随である一つ一次郎氏には娘が2人ある姉は文美子と言って23歳妹は静子と言って二十歳姉妹そろって美人の噂が高いホームズはそれだけ書くとペンを置いてじっと何か考えていたがやがてどしんと拳でテーブルを打って叫んだそうか やっと糸口をつかんだぞこの殺人事件は私が日本へやってきた目的と重大な関係があるいやこの事件のためにはるばるとやってきたのだホームズは生き生きと立ち上がった先代の真田男爵は日清戦争の時奥毛庫である特殊な任務についていたという確かにそうだこの事件の裏には モンゴール王ののの億万円の宝玉の秘密が潜んでいるのだ。ああこの機械な一言モンゴール王の宝玉とは何のことであろうかしかも2億万元という驚くべき価格の宝玉とはホームズは事件の核心をつかんだのだがさてこれから我らの世界的名探偵は いかか、なるる活躍を始めるか我らは滑黙して待つとしよう四、4. カイラマ食人種。一方ボ凡太郎はどうしていたか不意に頭を殴られて気絶した少年は何時間かの後眠りから覚めるように意識を取り戻した。 ずきずきと痛む頭をそっと振り向けるといつの間にかジメジメ湿った穴ぐらのようなところに放り出されているあ,あやられた昆虫ショー悔しそうに罵りながら身を起こしたが何しろ真っ暗で何が何やらわからない残念だせっかく巣窟を突き止めたのに土壇場で失敗するなんて。 ホームズ先生に何と言っておわびをしていいかわからないそれにしても何とかして早く抜け出す工夫を考えなければ立ち上がって壁の方へ手探りで歩き出すとその時石段を降りるような足跡が聞こえてきた誰か来やがるなモンタロウはぴったり壁へ身をた寄せた足音はやがて近くへ来て止まる とドアの鍵穴をガチャガチャさせる音がした「鍵を外すらしい」と思う間にギーッときしりながらドアが開いて手提げランプの光がサッと差し込んできたもンタロは拳を固め息を殺して待つそこへぬっと顔を差し出したのは一人のシナ人だ「おや小僧がいないぞ」 つぶやく刹那、いきなりポン太郎が横藍から身を躍らせて飛びかかったあっ小僧シナ人が叫んだ同時にガシャンと手提げランプが落ちて明かりが消えると暗闇の中でだ誰か来てくれーくそ、吠えるな激しい喘ぎと。 体を殴る鈍い音、ドタドタと揉み合う気配ガラガラッと凄まじく物の倒れる音がして次の瞬間「うん」と低くシナ人のうめく声がしたその後は穴蔵の中はしんと静まりしばらくボンタロウが闇の中で何かモゾモゾ動き回る音が聞こえていたが いつの間にか品福に着替えて素早く穴蔵を飛び出してしまった石段を駆け上がるとムッと,とん子の焦げる匂いが鼻をついた右手に開け放したドアがあってそこからのぞくと今しも45人の品人がせっせと料理鍋の前に働いているははするとここはペーピン料理のピンパオローだなさては ここがやつらのか。一人でうなずいているところへいきなり「ほう何をしているか!」と叫ぶ声がしたうはどうしたんだ。振り返ると裏柱の上に灰色の街灯を着た大男が立ってにらみ下ろしている「ほう」というのは今穴蔵へ降りてきた男の名であろう。 太郎は身を翻やすとダットのように裏口から飛び出したああれは小僧だ逃げやがったぞ誰か早く捕まえろ灰色街灯の男がわめく途端に二人ばかり裏橋を駆け下りてきたターン抜け路地に響く銃声ビュッと耳をかすめる弾丸 太郎はとっさに左手にある建物の中へ飛び込んだターンターン後ろからピストルを撃ちながら追ってくるモンタロウはそのまま暗い廊下のようなところを夢中で走った圧巻たちは逃がさじと追う廊下は左へ曲がった突き当たりはドアだ一瞬ためらったが 後ろにはすでに追跡者が迫っているモンタロウはドアを押し開けて中へ入ったと意外にもそこは大きな広止まで明るいシャンデリアの輝く下に4500人の男女がざわざわ何かを見物している見ると左手には舞台があって奇妙な主寿が何か歌いながら踊っているのだったドアの後ろは、 南京街にある唯一の品劇場株第二場になっていたのである閉めた助かったぞ凡太郎は捜査叫部といきなり平戸間の見物席へ潜り込みごった返している客の間を巧みにすり抜けながら素早く劇場の外へ出た振り返ってみると劇場の入り口には大きな上りが立っていて「海種族」 蒙古「ラマ食人種来る」と書いてあったしてみると今舞台で踊っていた異業の種寿がそのラマ食人種であったに違いない凡太郎は懸命に品街を走り出した。